リデリーンはピロリジジンアルカロイドに分類される化合物である。セネシオリデリーンから初めて単理され、ヤコブボロニクのボロニク、その他の気温属等の様々な植物でも見られる。リデリーンは肉、穀物、種子、牛乳、ハーブティー、蜂蜜等の食物中にも強雑物として含まれる。リデリーンは発岩性物質であると疑われている。 国際がん研究機関のイアーク発がん性リスク一覧でグループ2バイトに分類され、また、米国国家独性プログラムのレポートオンカーシナジェンスにも人にがんを引き起こすことが知られている、または合理的に予測される物質として掲載されている。リデリーンは天然に産生するピロリジジンアルカロイドであり、ピロリジ,ジンアルカロイドはタヌキ豆属、ワルタビラコ属、 気温属の植物によって産生される。リデリインは、レトロネシンとリデライックアシッドの応ンカンジエステルである。室温では、無色から、開白色の結晶性個体であり、有点は197摂氏198度である。クロロホルム、アセトン、エタノールに、可用性で、水には難用である。個体状態では、室温、酸効果で12ヶ月以上安定である。 リデリンのアルコール溶液、または水溶液は、遮光下では、室温で安定である。熱分解によって有毒な窒素酸化物ガスが発生する。レトロネシンの化学構造、リデライックアシッドの化学構造リデリンは気温属の様々な植物によって天然に産生される。特に、セネシオリデリンは総重量の最大18%がリデリンと、 その N オキシド化物であるリデリーン N オキシドによって占められる。他のピロリジジンアルカロイドと同様、リデリーンの合成はオルニチンとアルギニンからレトロネシンへの転換を伴う。合成経路の追跡によってアルギニンがプトレシンへと転換され、その後ホモスペルミジンへと転換されることが示されている。ホモスペルミジンはダイアルデヘイデミンへと参加され、 分子内万日反応によって、トラケランタミジンが産生される。トラケランタミジンは、スピニジンへ転換され、レトロネシンが産生される。レトロネシンは、リデライックアシッドと反応し、リデリーンが産生される。リデリーンの化学合成経路はまだ確立されていない。提唱されているピロリジジンアルカロイドの構成機構、リデリー自身に毒性はなく、 肝臓での代謝産物がその毒性に寄与している。リデリーンは、リデリーン N をキシドへと代謝され、これも、リデリーンと同様毒性はなく、この経路は下毒反応であると考えられている。一方で、シトクロム P450 によって、リデリーンからデヒドロリデリーンが産生される。この細胞毒性のある、中間体からは2つの経路が生じる、可能性があるが、いずれも、 経路でも DNA の塩基と6、7大ハイドロをマイナス7ヒドロキシマイナス1、ハイドロキシメサルマイナス 5H ピリリジーンが共有結合的な過強を形成し、発言性のある DNA 付加体が形成される。どちらの場合も共有結合的に結合した DHP 分子はさらに収縮されて、より強固な共有結合が形成される。 これまでに8種類の DHPDNA 付加体が同定されているが、その全てがリデリンの発言性に寄与している。リデリンは、アメリカ合衆国西部に生育する植物から、管理された物質で、遺伝毒性を有するピロリジジンアルカロイドの典型例である。人の PA への曝露は、コンフリーなどのハーブ系サプリメントや汚染された、家畜製品の消費を通じてなされる。PA は、 世界中の家畜や野生動物、人に有害な植物の構成要素としておそらく最も一般的なものである。リデリーンはオスとメスのラットで発言性の明確なエビデンスが示されているが、人への影響に関する研究は存在しない。リデリーンが含まれるハーブの摂取後の急性肝中心臓脈閉塞症が報告されている。他にも PA の摂取による人の中毒例はいくつか存在する。インビトロの系ではリデリンへの曝露によって人のリンパ球で姉妹染色分体交換が牛腎上皮細胞で DNA、タンパク質感化鏡が最近で遺伝子変異が引き起こされる。リデリンの人への発言性に関するデータは存在しないが動物研究の結果から人に対する 発がん性の可能性があることを意味するグループ2バイトに分類されている。リデリーンは動物に有害であり、蛍光摂取が最も一般的な曝露手段である。特にリデリーンはラットとマウスに対して発がん性を示す。ラットではリデリーンの蛍光投与は肝臓で血管肉種、眼腫や染腫、単核細胞白血病の増加をもたらす。マウスでは リデリンの傾向投与によって、オスでは肝臓の血管肉種が、メスでは気管支配方の選手と眼腫が引き起こされる。さらに、リデリンを5日から30日強制接触させた、ラットとマウスでは、オスとメスの双方において培養肝細胞で不定期、DNA 合成が見られる。リデリンは、ラットの肝臓の上皮細胞で変異を増加させることが、観察されている。 ある研究では G、C から T、A への特徴的な拡散塩基のトランスバージョンが観察され T、A 量は対象群の9%からリデリーン処理群では17%に上昇することが観察されている。対象的に対象群のすべての変異の54%を占める G、C から A、T へのトランジションはリデリーン処理群では40%に低下する。 これらの結果は、ラット肝臓非細胞におけるリデリインの比較的高い変異原性が、その発言性の部分的な要因となっている、可能性を示唆している。強制傾向投与したラットの肝臓 DNA 中のデヒドロレトロネシン DNA 付加体は、リデリインや関連、ピロリジジンアルカロイドによる発言性のバイオマーカーとして利用されている。また、リデリインは、 結種類の発情周期を乱すことが知られている。リデリンの毒性は、最近、特にサルモネライスタイフィムウリアムで観察される。リデリンの曝露によって、細菌細胞に多くの変異が生じる。動物での中毒の臨床的症状には、神経学的症状、消化管症状、血液学的症状がある。腹水も多くの場合に観察される。リデリンと、 その N オキシド化け物のみを含むセネシオリデリーで20日間使用した講師は死に至る前に体重低下、抑うつ、飼料摂取の減少、講師の失調、腹水、不腫の症状を示すことが報告されている。顕微鏡観察によって肝細胞のエシ、肝陽の崩壊、繊維目細胞の数とコラーゲンの増加、門脈周囲の不腫、 肝細胞の核の大小不動性と巨細胞性、胆管の増殖が観察される。リデリンの単理の最初の報告は、カナダのナショナルリサーチ・ラボラトリーズの科学者、リチャード・エイチ・カイ・マンスキーによってなされ、1939年にカナディアン・ジャーナル・オブ・リサーチ誌で発表された。1942年に、米国科学開始において、ロジャー・アダムスらによる科学式の拡張と、 科学構造の報告が行われた。ありがとうございます。